石原明の経営のヒントプラスに引き続いて新経営塾経営のヒントプラス、なんともあったかいコーヒーを飲みながらお届けします。石原明でありますと。前回聞いていただいた方はそんな感じはしないんですけど、少なくとも本日突然聞いた人はびっくりすると思いますが、もういつもですね、冒頭からお話ししていただけるんですが、僕は石原明がですね、ちょっと仕事の仕組みを変えてみようかしらと異例の取り組みを、その第562回から番組史上初ですね、しておりますと。でこのままですね、どうしてこういう感じになっているかを説明するのはかなり考慮しないといけないと思いますが、2021年の年明けにですね、突然に高いところの光景に飛躍してしまいましてですね、諦めることができない気持ちをどのように転化したらいいかという、 こう感情の波が寄せて返すほど大変だったんですけど、なかなか面白い試みで決して悪くないなとびっくりしながらもですね、肉体とか肉体からまあ離れてストレートに思考だけが相手に伝わればいいと思うので、もうそのこれやりたいって言ったらなんかどこでも伝わる手段があるんだなと感じておりますけどね。ありがとうございます。ということでお届けしたいと思います。今日はですね、経営のヒントプラス第623回目お届けいたします。福田紀子です。小島です。よろしくお願いします。お願いします。では今日の質問です。はい。2021年の1月から新経営戦略塾に入会し、小島社長がお話をされている内容を音声で毎日聞いています。私は会社経営を長くしているので経営者の友人も多いのですが、小島社長のような考え方や独特な感性をされている方がいません。小島社長が現在の考え方に至った理由をお聞きしたいです。例えば、幼少期から学生時代、そして20代をどのように過ごされていたのか、お話ししていただける範囲で構いませんのでよろしくお願いしますといただきました。はい、ご質問ありがとうございます。ありがとうございます。ではまずはお知らせです。はい、私が経営をしております株式会社 e メディックという会社がありまして、カタカナで e メディックと入れていただいて、はい、この会社のホームページに行っていただくとですね、私が過去に、セミナーをやりました2本の動画を無料で見ることができるという企画をやっておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。はい。で1本目がですね、 99% 失敗しない新規事業の作り方ですね。はい。2本目が社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、新規事業を作るための具体的なやり方と、あとはその会社をたくさん作っていくため の、 その戦略ですね、はい、私がどういうふうにやってきたかというようなノウハウと戦略というのを一個ずつですねお話をしておりますので、無料ですのでぜひ見ていただければなと思います。はい、はい、もうまさにこのセミナー2本が小島社長の考え方とかも凝縮されたりしているので、そうですね、はいはい、ここを見ていただいてポッドキャスト聞いていただけるとまたより特に今日の話はより理解できるのかなと思います。はい、はい、ぜひご覧になってください、はい、では今日いただいたご質問に対する回答をお願いします。はいはい、これね、たまに聞かれるんですよ。はい、で最近もですね、新経営戦略塾の中で、ちょっとその、一部の方に講座みたいなのをやっておりまして、その懇親会みたいなのをやったんですけど、1時間ぐらいだけしか喋ってないんですけど、そこでもですね、こういうそのちょっと独特な感性みたいな、そういうのってどこから来てるんですかと、どこから来てると言いましてもですね、僕はそれをそういうふうに普通に考えてるのが日常なので、はい、僕の中では独特でもなければ、普通なんですね。なんですけど、そのちょっと以前もお話ししましたけど、やっぱりそのどうですかね、やっぱり幼少期というか、幼少期は分からないですけど、なんか中学高校とか20代の頃っていうのがだいぶいろいろその思考の癖というかがやっぱり僕は出てくるんじゃないのかなと思っていて、はい、でこれは前もちょっとお話ししましたけど、もともと結果的には良かったんですけど、当時はだいぶもう諦めていた、その昔から友達が少ないという、はい、とにかく少ない、はいはい、でなんで小学校の時もそうですけど、割と図書室とか、家から10分ぐらいのところに図書館も普通に何々
区立何々図書館みたいな、そういうのを、まあ、どこにでもあるじゃないですか、はい、普通の図書館とかに行くと、まあ、本が3冊を借りられるんで、はい、まあ、そういうのとかを書いたり、まあ、日記をつけたりっていうのを、今でいう陰キャっていうんですか、陰キャ、はい、完全なもう陰ですよ、はいはい、陰のままの、まあ、小学生を終わってしまい、でこれもちょっと前にも言いましたけど、まあ、結果的に良かったその中学生から片道1時間の電車通学 で、はい、でまあ、当時はまだいないとはいえ、たまにみんなで小学校の方が遊ぶみたいな、なのにですね、お情けでドッジボールに入れてもらえるみたいなことはあったんです。ただ僕も背がですね、あの中1まで小学校から前習いがずっと一番前でもちっちゃすぎて、一番ちっちゃいのに、はい、運動神経がぶっちぎりでないっていう、はい、そうだったんですよ。あのアメトークで運動神経悪い芸人みたいに見たことあります？あります。あの論文の厚氏とかが、はい、なんかあの膝神、もも神とかって言われて、あのその走りがすごくないですか？厚氏さんはちょっと独特な感じなんですよね。僕あそこまで行かないんですけど、多分ね走り方近いんですよ。僕多分クラスで少なくても一人か学年で数人しかいないようなクオリティで走ってたんですよ、ずっと。ぐらいあんまちょっとその運動神経が良くなかったので、はい、プラス背ちっちゃいんで入れてもらえなかったっていう、正直言うと、あの結局僕がドッジボールとかでバスケットで、はい、どっちに入るかによってそれどっちがババ引くみたいになるんで、あんま入れてもらえなかったっていうのもあって、ちょっと陰キャになっていったっていう、はい、っていう話なんですけど、うん、そんでその時もその結局昼夜も、まあ、昼夜じゃないな、昼と朝と昼休みですね、はい、放課後もまあ図書室に行って、でそういうまあ本を読んだりっていうので、そのこれ何個か前 の、 その読書のやり方っていうところで話をしましたけど、ノートみたいな、まあ、大学ノートですね、キャンバス の分厚い100ページっていうのが、まあ、今あるのかしらね、昔あって、それだけは普通にうちの親が買ってく、まあ、それだけは何冊買っても、まあ、あの文句言わなかったん でそれにまあいろんなのを書くっていうことで、その弁論大会に出たり読書感想文で賞を取ったりっていう、そういう、まあ、もう本当にそれしかないんですよ、中高の思い出が、はい、で、その中で、何に影響を受けたかということで、はい、まあ、2人ですね、影響を受けて、1人の方のせいおかげで、うん、せいでというかおかげでというか、めちゃめちゃ本を読むようになった、で、はい、ノートにいろいろまとめるようになったって言って、はい、もう一人の人のおかげでとかせいでというか、はい、ちょっとおかしいことを考えてアメリカに行くようになっちゃったって、この二人の影響された方がいるんです、はいはい、で一人はもう明治時代の方で、もう一人はその人の息子さんが超有名人です、はい、で、はい、あの一人の方はですね、うん、あの南方熊楠っていう、はいはい、今日さんあんまりあの南方熊楠って漫画にもなってるんですけど、何回も、はい、で少年ジャンプでも漫画になってるんですよ、知らないですね。いやもう なんて読むんだろうって思いました。あ、そうですか。あの坊主の方で、はいはい、でお坊さんなんですか？あ、違うかもしれません。あの髪の毛が、あのだいたい写真で出てくるのはちょっとイケメンの坊主みたいな。へ、はい、で1867年生まれなんで、まあ、明治時代ですね。で、うん、学者 でいわゆる博物学、まあ、博物館にいるような人とかが、はい、いろんなのを学ぶような、はい、生物とか最近金の研究とかめちゃめちゃやってたかったね。民族学とか天文学とか歴史とか、でもあらゆる学問に接してて、うん、歩く百科事典って言われてたんです、で、あの柳田国男ってわかりますかね、はい、民族学の、はい、国によってちょっと難しい国っていうか、はい、あの人がですね、日本人の可能性の極限って呼んでた人で、知の巨人っていう、立花隆とかっているじゃないですか、知の巨人。あの立花隆さんってあのちょっと前に亡くなられましたけど、あの本をめちゃめちゃ本書いてる方じゃないですか、はい、あの人って知の巨人で、現代の南方熊楠って言われてた、その結局そういうふうに知の巨人とか言われる元の人この人なんですよ。元の人、元なんです、この人、はいはい、で、あのこの人の伝記とか、うん、まあ、漫画でも読んで、伝記も、伝記というかこの人の内容というよりもこの人の研究をしている本とかが面白くて、うん、漫画にも当時もなってて、はい、少年ジャンプでも、はい、でどういう人かというと、明治時代ですよ、はい、でこの人ね、幼少期から本を読むのが大好きで、はい、で本を読み書きしたり、その生き物の絵などを、まあ、写したりっていうのを小学校に入る前から大人と同じ読み書きがもうそういうことやったらできちゃったんですよ。で小学校1年生でその、まあ、上級生でも読めない、あの、まあ、大人の方を普通に読めるようになったって、いわゆる神童って言われますよね、はい、神に児童の童って書いて神童みたいで、この人って
すごくて、子どもの頃からの驚異的な記憶力を持ってたらしくて、でこれね、今でいうところの写真記憶ってやつ分かります？はい、僕ね、さんまの東大生をたくさん集めた明石家さんまさんが司会をやってる番組、たまに年に1回ぐらいやるんですよ。その中である女の人、あれです、東大の、医学部に現役で入って、もう中2の時には東大の医学部の模擬試験に中2か中3でも A 判定が出てたっていう女の人がいるんですよ。でも高校で数学オリンピックのなんか金メダル、なんか2年連続金メダルみたいな女の子が出てて、この人が勉強ってどうやってやってるんですかって、私勉強あんましないですって、パッと教科書とかを見て、実際実験したんですけど、じゃあある俳優さんの俳優メーカーみたいなのあるじゃないですか、あれって1ページに写真が10人ぐらい出てて細かいの書いてあるじゃないですか、あれをパッと見て何十秒かしたらもうそれをもう見ないようにして、そのよくわからない芸人さんの出身地とか好きな食べ物とか、それ書いてあるやつもう写真で記憶してるんで全部言えちゃうんですっていう、それをやっぱりちょっと、ある意味なんか脳の病気なのかもしれないんですけど、そうですね、ちょっと特殊な遺伝子を持っているんですね。そうなんですよ。でこの人多分それなんです、絶対カメラアイとか最近なんか言われるかもしれない、なんか画像で見た瞬間にパシャッと撮ったら、もうそれを頭の中で写真でいうと現像して写真できちゃうっていう、でしかもそれがその写真にできた状態がずっと頭に入ってるっていう、もう超特殊な人。昔レインマンっていう映画あったじゃないですか、ダスティン・ホフマンとトム・クルーズかなんかの、その弟がダスティン・ホフマンだったかな、その記憶力がちょっとその引きこもりというかちょっと障害があるんですけど、もう一回見たら絶対忘れないんで、電話帳を眺めてたら電話帳全部読んだって言って、その弟がお兄ちゃんがそっちですね、だから弟がお兄ちゃんちょっとそれこの家の番号とか適当に言ってみたら全部電話番号出てくるんですよ、だからもうやっぱり一回見ると忘れないっていう、同じですよね。でこの人もそれで、そのしかもそのこの方の家がものすごく貧しかったで、なんかね、確か知り合いのお金持ちの家にいて、明治時代ですよ、蔵書っていうのがあって、蔵みたいなのに昔の本がいっぱいあって、で遊びに行ったら1700年ぐらい その百科事典って言っても手書きで書いてあるやつで、生物とかそれをたまたま見つけたらしいんですよ、でその友達が仲良くて、そのもういつ来てもいいよってことで、ただ持って帰っちゃダメだよって、自分もお父さんに怒られちゃうからと、なんでこの人がひたすら見る、走って家帰る、全部写すで80冊ぐらいまで作ったっていう、見て覚えてまた書いて、そうなんですよ、っていうことをやってたっていう方なんですね、でこの東京予備学校って入って、もう同級生が夏目漱石とか正岡子規とか、でその後東大に入るんですけど、でしかもこの人は数学とかが大嫌いで、自分の興味があるやつ以外大嫌いで、でもそれじゃ東大に受からないということで、しょうがないからって言って何日間かパラパラめくっただけで受かったっていう人らしいんですよ、この人化け物ですよね、本当にすごいですね、本当にすごい人で、パラパラで受かる、でももうスーパー陽キャラというか、もうものすごい破天荒、超破天荒な方 で結局大学辞めちゃうんですよ、で明治時代ですよ、海外に行くのもとんでもない大変じゃないですか、単身でアメリカとイギリスに留学してるんですよ、でそのしかも20数カ国語できるようになって、明治時代ですよ、で、その世界を渡り歩いた人なんですね、であれですよ、帰ってきた後に、昭和天皇に生物学とかの講義をしてマンツーで教えてた人っていう人に僕すごい憧れたんですよ、めちゃくちゃかっこいいなと思って、で、この人のなんでそういうことをやってたかっていうと、何を書いてたかっていうと、その自分の理解したことを並べて分類して、で分類したことを分類すればするほど、その脳の中でネットワークができると、それを繰り返していくことで、自分が死ぬまで絶対知り得ないいろんなことが、知れるし、いろんなことが見えてくるっていう、関係ない、学問なのか本なのか、今と違うんですけど、そのたくさん読むことで1冊2冊だとわからないことが何百冊も読むと、そのネットワークでどんどん頭の中でその不思議なネットワークができてきてっていう、なんかもうそれに一生捧げた人なんです。それで自分がいろんな
メインはこの人たちの細菌とか菌類を研究してる方だったんで、はい、なんかもうどっちかというとの現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと言われているような。でですね、その、まあ、南方熊楠のこの、まあ、記憶法というかこういうのを僕読みまして、なんかそれにすごい、はい、中学校の時なんですけどだいぶ触発されたというか、で結果的に、まあ、いろんな方いると思うんですよ。その文学とかを、はい、すごい読んでる方、割と芸人でいうとあの又吉さんみたいな方、昔からもう文学大好きでとかっていうようなタイプの方、あとは僕がですね昨日十何年前に、まあ、たまたまあるセミナーで一緒で、そのいろんな、まあ、ネットビジネス系のセールスレターとかを書いてるライターの方は、もう小説家になりたくて小学校の頃からもうなんか純文学みたいに芥川龍之介とか夏目漱石とか、ああいうようなやつばっかり読んでるような感じだったんですけど、僕はそういう感じではなくて、はい、なんかですね、そのちょっと科学的ってわけでもないんですけど、小説じゃない本をなんかすごく結果的にもう読むようになったというか、はい、文学とか小説があんまり僕が興味がないというか、でまあこれはもうその当時なのか、まあ、当時というより若干今のイメージっていうところもあるんですけど、当時ここまで考えてたのかっていうのはちょっとわからないんですけど、なんか自分のそういう本とかを読むことに対するイメージというか、もう土日も図書館にいるのも何の苦もないというか、はいはい、っていうちょっと謎な中学生だったの、中1とか、はいはい、まあ、他にあと運が良かったのがスマホがなかったんで。なかったですね。なかったから良かったんですよ。で携帯ないですから、はいはい、で僕高3、まあ、買ってもらえなかったんですけど、高3でクラスに数人ぐらいがポケベルを持ってるっていう時代です。はい、ポケベルが鳴らなくてとかっていう歌があったぐらいの、はいはい、ってことは中学生の時は何もないわけですよ。はいはい、でその中でやっぱりそのなんかですね、これね誰が言ってたのか分かんないんですけど、そのイメージが頭の中に脳内に図書館を作るっていうことが勉強だと、はいはい、で何百冊も本を読むと、その情報が蓄積されて、さっきの南方熊楠と一緒ですよね。その相互にそのじゃあ何百冊も本を読むと、それぞれが言ってる主張とかって当然内容も違うんですけど、それが点と点がもう無数に立体的につながってて、なんか生きた知識を身につけられるというか、はい、でこれがこれもね、多分南方熊楠が言ってたような気がしたんですけど、森なんですよ。頭の中が森を作るっていう、森って遠くから見たらまあ、山だったりただの森じゃないですか。でも中に入っていくと、例えば針葉樹林とか、なんか広葉樹とかいろいろなのとか、木が高い低いとかいろんな草が生えてたり、苔とかいろんなのがあるし、昆虫もいれば動物もいればカブトムシもいればっていうさまざまな生命体が集合してるじゃないですか、はい、でなんかそういうのを頭に作りなさいっていうようなことを言ってたんですよ、はい、でそれが博物学っていう学問だみたいなこと言ってたんです、はいはい、で民族学っていうんですかね。でこのいろんな本を読むことで身につけたそういう知識とか知性とか教養が結果的にその、まあ、心を森のように豊かにするよっていう、まあ、もうすさんでたんだよ、友達いないんで、うん、なんで、でできるだけ多くの本を読んで、さまざまな情報とかそういう考え方から、そういう自分にとっての正解、世の中の正解じゃなくてもいいので、自分にとってこれが最適だろうっていう答えを出すっていうトレーニングをするということが重要だっていうようなことが、なんとなくね、その時にそういう考えが多分身についてきて、それが今でもものすごいあるんですよ、はい、なので古典とか、僕古典漢文の授業も大好きだったんですよ、うん、で、あの内容がすげえなっていうのを多分クラスで一人だけ思ってるっていう、かなり危ないみんなが苦しんでいる中で、普通に考えて、はい、古典とか漢文の授業って僕はそう思ってなかったんですけど、みんなもう基本罰ゲーム的な感じなんですよ。もう漢文の授業に至ってはもうもはや、はい、中でなんかちょっとそういうのが好きっていう、ちょっとマニアックな人みたいな感じだったんですよ、はい、経営のヒントプラス第623回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございますということで、石原明なんですけど、よく星が見える場所からですね、こんな回答をさせていただきましたが、すいませんコーヒーを、はい、本当に息を飲むような星の数なんですけど、次回も回答させていただければと思っております。
ので、すいません、コーヒーを飲みますね。